加藤剛は日本の俳優。本名は加藤剛。身長173センチメートル。体重70キログラム。俳優座所属。2001年、四十法賞受賞。2008年、朝日賞受賞受賞。静岡県灰原郡城羽村出身。父源一郎は小学校の校長。姉4人とあり、弟がいる。 父親が校長というのはプレッシャーにはならなかった。父、源一郎は、豪を医者にしたかった。加藤家は、古くからの地主で、農地改革で大半を失ったとはいえ自宅の敷地は800坪近く、敷地に続くすぐ裏に、持ち山があり、庭にはたくさん木があった。いわゆる安白少年ではなく、よく母の台所仕事を手伝い、畑仕事もした。 自作するだけの畑はあったため、サツマイモや麦を交代で作っていた。つよしは、お前崎の演習などに続く、茶畑のある風景の中で育ち、中学3年の時に地元を離れた。戦争未亡人となり、美容室を開いていた文京区の長子宅に寄宿した。もともと俳優になろうと思っていたわけではなく、何か演劇や映画に関係する仕事ができればいいかなと思っていた。 小石川高校の時、柔道部に入ってたが先輩が演劇もやっており、お前も手伝いと命じられ、舞台に立ったのがきっかけだった。東京都立小石川高等学校を経て、早稲田大学第二文学部演劇科で学ぶ。学内の劇団、自由舞台で活躍する。主婦と生活者、主婦と生活第19巻19号より大学4年の時、20倍の難関を突破して、 俳優座養成所に入る。途中テレビドラマ、人間の条件出演のため一年、休学。人間の条件では、僕という羅針の素材にこの男の一生を忠実に刻み込んでゆくことで演じ切り、原作者よりテレビ映画の優れた主演者と評された。あと、13期生として終了。終了時の同級生には、石立哲夫、佐藤智美、細川敏幸 横内忠だがいる。27歳で、正月公演で、安倍工房作、お前にも罪があるで、男を演じ、演出場を傾いた、舞台装置、男の部屋上で2時間の連続演技を行う主役に、抜擢。横内が、養成所で加藤と初めて会った際、その日男子ぶりに驚いたと言い,い、欠点のない男、こんな二枚目がいるんじゃ、叶わないと思ったと振り返り、 平らみ次郎さんは、中台達也がいる限り劇団で上に行けないと思ったように、僕も加藤剛志がいる限り上には上がれないだろうと、横内が俳優座を退団する決意をするほど存在が大きかった。また、不思議な縁で、加藤は大岡越前に主演し、横内は暴れん坊将軍に同役でレギュラー出演し、同じ役で共演しているつもりで演じていましたよと語っていた。 熊井慶監督の2本の映画で有名になる。忍ぶかは、栗原小牧の恋人として、そして北の美咲、クロードジャドの恋人として、長年にわたり一貫して演じ通した当たり役である、大岡越前は1970年から、ミッド公文、江戸を切る、等とローテーションを組みながら、足掛け約30年間、2006年放送の最終回スペシャル版を含めれば36年間にも、 及ぶ、長きにわたり、月曜8時を支え、TBS テレビの看板番組となった。大岡越前最終回スペシャル版では実施である、夏原良、第三素人の共演を果たした。大岡越前で、親友役を演じた、竹脇無賀とは、私生活でも40年間以上親友関係にあり、2011年8月に、竹脇が休止した際は、手書きの追悼文を寄せた。 大岡越前の終了後、命のビザや、そして戦争が終わった、坂の上の雲など、現代史ドラマに進出。2018年6月18日10時11分、胆の癌がんのため、東京都内で死去。80歳没。テレビドラマ遺作は2017年10月5日、テレビ朝日放送の、事件18、映画作品の遺作は2018年公開の、今夜、 ロマンス劇場で出会った。2007年11月、健康大使任命式にて、厚生労働大臣、舛添陽洋一と主婦と生活者、主婦と生活第19巻19号より太字は、キネマ旬報ベスト10にランクインした作品。ありがとうございます。